今日は Y スタジオさんからえぐいいいいののが届いたので開封していこうと思います。実はあの Y スタジオさんの方からご連絡をいただきましてラインナップの中から好きなものをどうぞということでしたのでせっかくならえぐいものをご紹介しようということでこちらの方をいただきましたありがとうございます箱からしてただものじゃないようなオーラを感じますよね 台湾の仏外設計という会社が Y スタジオシリーズを展開しておりますこれは最近まで知らなかったので驚きました Y スタジオという会社がやってるんだと思っていたんですけれども仏外設計という会社がやっているそうですこちらは木で作られた化粧箱となっていましてかなりこだわっているなというふうに思います 今回ご紹介するのはこちらの2本のローラーボールペンとなりますまずはブラッシングローラーボールペンというマットブラックの塗装とむき出しの真鍮でできたボールペンの方を紹介していこうと思います真鍮でできた六角形のボディはかなりシンプルな形状ですよねキャップを引き抜くとペン先が出てきて文字を書くことができます クリップの部分はむき出しの真鍮が使われているのでちょっと握ると金属の匂いがついてしまうんじゃないかっていうのはあるんですけれどもくすんでいく表情とかそういう味も楽しんでいけるんじゃないかなと思いますあえて最初から塗装を剥がすことでシンプルな形状でありながら独特なデザインとなっていますなんと面白いことに紙やすりが中に入っていてそちらを使って自分で塗装を剥がすこともできます これ以上塗装を剥がすのはちょっと恐れ多い気持ちもありますし失敗もできないのであんまり剥がす必要はないかなと思いますがもし剥がしたくなったら動画にしていこうと思いますそしてこちらは焼き剥くローラーボールペンでございます先ほどのブラッシングローラーボールペンと全く同じ形状のボールペンですね木や宝石では表せないような見たことのない非常に美しい模様となっています 美しすぎて描くのに集中できなくなりそうですよね。実際に見てみると、カメラではお伝えできないような存在感やとてつもない風格を感じます。 楽芸工房という伝統的な京都の白屋さんとコラボしたボールペンとなっていて純銀の銀箔を1枚ずつ手作業で焼いて模様を作り出しているということでとてつもない時間と高度な職人技が織りなす芸術作品となっていますこちらは一見すると金箔が使われているように見えるんですけれども銀箔を使用しています 硫黄と反応させて銀を流化させることで銀というのは黒ずむ性質がありますそれをうまく利用してこのような少し甘くて美味しそうな絶妙な色合いを表現しているんですよねこのように純銀を流化させて複雑な模様を作り出した白のことを雲竜箔と言います。まるで雲の上を飛ぶドラゴンのような模様ということからこちらの名前が付けられましたまさに青色の模様はドラゴンのように見えてかなり美しいですよね たった1枚の白なんですけれどもたくさんの色で構成されていて本当に見ていて飽きないペンとなっていますそしてもっと細かくこちらを見ていきますと雲流白とマットブラックの塗装の境目はグラデーションとなっています このグラデーションを表現するのにも手間がかかっていて、粉状の箔を貼り付けてグラデーション模様を作っているそうです。このグラデーションも本当に違和感なく自然に作り上げているので、普通の人ではできない、とてつもない技術なんだなというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。 表面は白なのであんまり傷つきやすいところとかに置いておくと剥がれてしまうと思います使用する際はペンを一本一本傷から守ってくれる筆箱に入れるなどしてかなり慎重に使っていく必要はあるかなというふうに思いましたこちらの雲竜箔は今回ご紹介したヘリテージダーカーの他にリボンライターの2色の展開となっていますリボンライターの方は白目な感じの色でどちらもすごくいい味が出ているなと思いますね 今回ご紹介する2本のペンはどちらも同じリフィルが使われたボールペンとなっていて、ブラッシングローラーボールペンの方はお値段が110ドル、およそ12000円で、焼き箔ローラーボールペンの方が365ドルなので4万円弱のお値段となっています。 これまで自分が紹介してきた文房具の中でも圧倒的に高い商品となっています万年筆で4万円とかならまだわかるんですけれどもローラーボールペンで4万円というのはかなり高い部類に入ると思います運流箔がないボールペンの方と比べても2万7,000円ぐらいも高くなっているのでこちらの運流箔だけでこれだけのお値段がしてしまうということなんですよね そんな美しすぎるボールペンなんですけれども実際ボールペンの性能はどうなのかというのが使っていく上で一番重要だと思うのでそちらの方も実際にご紹介していこうと思いますこちらのボールペンのリフィルは金具をコンセントだったりコインで回して出すことができるんですけれども中に搭載されているのはシュミットの水性ボールペンとなっています 以前ご紹介したトレアジアデザインのウィーブのローラーボールペンでも全く同じリフィルが使われていてかなりシュミットは信頼されているドイツのメーカーさんなので品質の面では安心できるかなと思います調べてみると改新はブラックのみで1本600円ぐらいするので結構容量はあるかなと思いますが交換するとなると結構高いですねペン先のガタつきについて見てみますと全くブレないです 内部の方でもリフィルが固定されているような感じがするのですごく安定感がいいんですよねこのガザ付きの少なさには正直驚かされましたバネで押し出すようにしてリフィルが入っているので内部のリフィルの振動も全く感じなくてかなり作りはよくできていますガシガシと書いても全然余裕を見せてくれるそんなボールペンとなっていますね ボディからリフィルまで全て金属でできているので金属感がかなり手に伝わってきます真鍮が使われたボディなのでかなりずっしりとしていますね後ろの軸の方が太くなっているので重心も結構高めな位置にあります全長が短いので取り回しはどちらかというと良好ではないんですけれどもかなり重たいペンなので長時間筆記をするようなボールペンではないかなというふうに思います あくまでも少しメモをすることがあったら美しくささっと筆記をするという目的で使っていくようなボールペンなんじゃないかなと思います。 実際に描いてみるとすごく描きやすいというわけではないんですけれどもかなり安定感があって水性インクなので発色もすごくしっかりとしていてかすれも全くないのでストレスなく快適に描くことができましたデザインだけじゃなくて描き心地も素晴らしいですね四角と描いた時の触覚の両方から楽しめるそんな素晴らしい台湾の芸術作品だと思います 文明白のモデルはかなりお値段が張ってしまいますしさすがに自分でも買えるような額ではないんですけれども特別なプレゼントではかなり喜ばれるんじゃないかなと思います普通のブラッシングローラーボールペンのモデルは、えー、かなり台湾らしさを感じて真鍮の変化とか塗装の変化も楽しめると思うのでもし気になる方は概要欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックをしてみてください ということで今日は y スタジオさんから頂いたローラーボールペンの紹介でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。